皆さんどうもこんばんみ、しーちゃんです。ということで皆様どうも、初めましての方は初めまして、今日はですね、女性でも出せるイケボの出し方というのをやっていきたいと思います。実はこれ第2弾になるんですけども、第1弾の方はですね、80万回再生を超えたのかな、かなり好評だったので、今回は第2弾をやりたいなと思ったんですね。では早速ですね、イケボの出し方というのを説明していきたいと思います。イケボの出し方なんですけれども、基本的にですね、イケボの人っていうのは特徴があるんですね。それの一つが、エッジがかった声っていうのと、息をですね、結構混ぜながら喋ってるんじゃないかなと思います。吐息中イケボーなんて言ったりするんですが、あれはちょっとね、やりすぎなパターンもあるんですけど、まあ、大体そんな感じなので、呼吸を多く混ぜながら喋るのと、声の出だしのところでこうエッジをかけていくとイケボーになるんじゃないかなと思うんですが、エッジってなんだろうっていう方にご説明なんですけど、言ったらガラガラーとした声になります。映画呪怨ってあるじゃないですか、ホラー映画なんですけど、こんな感じの声になります。これを声の出だしで使います。やっほー、こんな感じ、イメージとしては。これちょっとこんな感じなんですけれども、これを低い状態でやる。ちょっと待ってね、ほらちょっとだけイケボに聞こえるでしょう。こんな感じでこうエッジをかけながらうまくですね、話していくとよりこうイケボに聞こえるんじゃないかなと思います。次に呼吸を混ぜるっていう方法なんですけど、この呼吸を混ぜるのが、なんていうのかな、吐息を混ぜながら喋っていく。こんな感じで喋ると少しイケボに聞こえませんか。はい、こんな感じでございます。ちょっとね、今回ショタっぽくなっちゃったんですけど、まあショタもでもね、結構イケショタって言われる方は大体こういう喋り方してます。さらにさらにイケボになりたいよっていう方にはですね、声を低くする必要があるんですが、それはなんていうのかな、喉の方から声を出すんではなくて、胸の方から声を出してみましょう。では、声を低くしたり、字をかけたり、息を混ぜたり、これ全部いっぺんにやるとどうなるか。こんな感じでイケボの声って作られてるんだね。知ってた？エッジと吐息、あとはノリでできちゃうんだって。以上。